んですけども、理由とかってありますかね、はい、ペコランドがとても楽しそうで、ロシアもこういう建築ができたらいいなーなんて思ってしまって。建築とかってなんか見せていただけたりとか します？社長、見せたいものがありまして。来てください、こっちなんですよ。宇佐田建築に入りたくてですね、作ったんですよ、焼き鳥屋さんを。焼き鳥、あ、なんか、ウルハさんの前職の社長がなんか鳥みたいに聞いたって大丈夫ですか、それって。これ見てください、ルシア、これ読んでください。不甲斐ない社長でごめん、新しい場所でも頑張ってね。まだ受かってないのに抱えちゃって、こうやって入ってんの。もう社長、そう、ルシアここ落ちたらもう外で寝るしかないんですよ。もしかして、はい、ウサギ落ちたら、うん、むしろ、あ、社長来てください、はい、な、何ペコですか、これは。作ったです、可愛くないですか。あの、中にお土産があるんですよ、社長。え、なんでここに置いてくれねえペコなの。え、いや、中にね、すごいレアアイテムが入ってるの。え、じゃあちょっとチェストの中行って、行ってみてもいいのか。やったな。やったな。なんでねえ、なんで、いや、なんでなの、なんでなの、ペコラ社長、なん、ねえ、嘘、はぁ、なんで、ね、なんでなくなってんの、ちょっと、なぁ、う、嘘だ、ね、もうやだ、あ、やったね、君。社長に何しようとしてたの。あ、社長が、うん、楽しめるかなと思って。じゃ、もう一度、あの、社長後ろ向いとくからちょっとセッティングして。これ次第では、これ次第では、まあ、合格、一発合格か、まあ、一発不合格あるかもしれませんよ。やばいやばいやばい、じゃ、行きますよ。え、じゃ、入って入って。あー、やってくれたね、君ね。うわ、なりますので、はい、こちらにどうぞ、はい、なんでこれ。あ、これちょっと、あの、ルールを犯したものとかが、ちょっと在庫が入る場所ペコですね、はいはいはい、ウルハさんが入らないようにちょっと気をつけていただきたいなと。あ、どうぞ中にお入りください。今からあの面接を行います。はい、どうぞ。痛い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 。え、ちょ、え、なんでなんで、ペコ入るよね。あ、入りますよ。え、先生、はい、入りますよね。入りますよ、そりゃ当たり前ペコじゃないから。え、何やってんの、何やってんの。え、ちょ、はっはウルハ君、君は本当にウサキンに入るつもりはあるのかな。もちろんもちろん。あー、じゃあ今回の始めようかな。綺麗ですね。綺麗ってことですよね。これ綺麗ですね、すごくね。え、何を始めるの。それじゃあ、何もないしの。本当の面接はこれからです。カチッ。え、ちょっと待って、ウルハ、ルシア君、君は嘘をついてたりもしてないとこですよね。いっぱい落ちちゃったよ。嘘ついてたのがいっぱい落ちちゃったよ、なんか。本当に入りたいんだよね。絵画、絵画とかいっぱいなんか落ちてる。平気？どこ行っちゃったの？気づいてないかな、君は。君は今どん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 閉じ込められてる。え、やばいんだけど。やばい、待って待って待って、ペコだ、助けてよ。ねえねえねえ、待ってるペコかね。まずほら、ここに看板もあるペコですよ。看板もほら、ここに看板、こちら、そっちじゃないペコです、こちらです、こちらの。でここで待ってたって、なにこれ。そう、社長への愛をさ、あー、もう社長だ、いいね、あー、もう社長の耳、なんて言ってるペコラだ。社長の耳可愛いよ、ふわふわ、耳がのペコかよ。つけ根にある、つけ根にある、ふわふわとか可愛い。社長、つけて、レイレイ、社長を信じるな、そこのところにいる、そこに。レイレイ、こっちに、あー、レイちゃん、ふわふわふわ、ちょっ、トゥちゃんが、ちな、
まあ残念な結果ではあったけど。いや社長ほんとごめんなさい。あのもっとルシア今思いました。もっと人の話を聞いて理解しようって思いました社長。いやでも今回も総合的に見て、はい、結構加点もあれば減点もまあちょこちょこあったべこですけど、はい、まああウルハさん合格か不合格かは、はい、こちらのチェルカーボックスの中、はい、あのどうぞって言ったら開けてほしいペコなんですけども、マジこちらに、うん、そうペコですね、ドキドキする。まあウサケンの道具があれば合格、うん、ほんとなければ不合格、どうぞ。はい